いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県武前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した自動火災報知設備のシステム、P 型2級受信機と小型総合版と感知機ですが、こちらのシステムを使ってですね、受信機の再明動機能についてご説明いたします。前の動画でもですね、再明動機能についてはご説明しているんですが、 前の動画ではですね、小型総合版の発信機を作動させてそれを確認したんですが、今日はですね、自動火災放出設備の感知機を作動させて、その動きについて確認していきます。加熱試験機でですね、試験をしていきます。受信機の再明動機能というのは、受信機でですね、音響停止の状態にしていても、 一定時間経過するとですね、受信機で自動的に音響停止の設定を解除して、再び明動する、再明動する。もしくはですね、受信機で音響停止の状態で新たな火災信号が入った時に、受信機で音響停止の設定を解除して、自動的に解除して、再び明動する、再明動する。そういったですね、機能のことになります。それで今から作動試験していきます。 えー、感知回路なんですが、えー、こちらの感知器は、えー、この小型総合板から配線しているので、発泡すると、えー、ラインの1番が発泡、えー。こちらの感知器はですね、えー、こちらの小型総合板から配線しているので、えー、発泡するとですね、えー、ラインの2番が発泡します。そしたら作動試験していきます。 はい、蓄積中点灯はい音響停止かけます はい、えー、感知完が作動して、えー、2番発砲しています。はい、えー、感知完はですね、えー、自己保持機能がないので、えー、復旧がかかりました、えー。受信機の方はですね、2番が今発砲していますが、えー、音響はですね、停止の状態にしています、えー。この状態でですね、一定時間が経過すると、 受信機の方でですね、自動的に音響停止の設定が解除されて、再び明度、再明動をします。 今ですね、えー、音響停止をかけてから一定時間が経過し、えー、受信機でですね、自動的に音響停止の設定が解除されて、再び明動、再明度をしました。そしたらですね、今、受信機が、えー、2番がですね、発砲の状態で、今度こちらの感知器を作動させます。そうするとですね、えー、ラインの1番、1番が発砲してですね、えー、新たな火災信号が入ると、再び 再、えー、明動ですね。音響が明動します。 今ですね、1番と2番が発砲しています。感知器の方はですね、自己保持機能がついていないので、今、復旧がかかっています。これがですね、受信機の再明導機能になります。 自動火災防止設備の音響が明動したら大切な命を守るための行動をとってください。避難及び誘導の際には誘導と誘導標識を目印に避難誘導されてください。誘導と誘導標識は避難経路に設けられており誘導と誘導標識を目印に 避難及び誘導すれば必ず最終避難口まで導いてくれます矢印付きの誘導と誘導標識があれば矢印の向きが避難及び誘導の方向となります 火災時に発生する有毒な煙にご注意ください。火災時には大切な命を守るための行動をとってください。